海賊機、ジョン・ラカムの海賊機、クロヒゲの海賊機海賊は、海上で略奪行為を行う盗賊を指す。フランス海賊は、1555年に、スペインの貿易拠点であったハバナを襲撃した。歴史的に海賊の存在有無は、ある国家の統治権の有効性を示す指標として、見直すことが可能である。すなわちある国家が覇権を握ったことを内外に示す。場合、 どれだけ海賊を根絶、取り締まれたかを示すことになる。例えば、パクスロマーナは、ローマ帝国海軍が地中海の派遣を掌握したとき、成立し、それを維持できない段階で消滅した。日本においても、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康は、海賊の取り締まりを重視し、これによって、中世から近世への扉が開かれた。ヨーロッパでは、 イーリアスやオデュッセイアなど古代伝説にも登場し、アリストテレスの政治学には、海賊は、漁師などと同様に職業の一つとして数えられていた。8世紀には、北欧のノルマン人バイキングの活動があった。中世においては、ベネツィア共和国、ジェノバ共和国といった、通称国家の商船が、自国の商権を防衛するために武装化して、競争相手の船舶を攻撃。 略奪することがあった。日本において、文献上、海賊の記述の初見は、日本初期有力期からである。旧世紀半ばの瀬戸内海では、中央に、徴用、雑米を送る船舶が洋上で襲撃される被害が、頻発し、海賊鎮圧令がたびたび出されている。中世日本の海賊の話としては、13世紀前半成立の宇治周囲物語に、 元海賊の老僧寮の話があり、瀬戸内海での無慈悲な行為が語られている。国家公認の海賊行為の例とされたのが、旧世紀の白木がある。893年9月に、白木海賊が45層で、津島を襲撃するも、紛野全遊らの前線により、俗302人殺害、多数兵器を獲得し、捕虜となったケンハルの自白により、 白木国の不作で基金が発生し、国家財政の補充のため、欧米を受けて襲来したとして、その規模、100層2500人と記す。三国式には、889年に、慢性的に急乏する国家財政の補充のために、税府の取り立てをきつくしたために、広く反乱が起こったと記述されており、国内の反乱を恐れて国外に手を出したとして、ケンハルの自白は、 虚言ではないと見られるしかし、不創略期の人々が上に苦しんでいるのに、白木王は穀物犬などの徴収を命じたため、やむを得ず、日本にやってきたという部分の広大の研究者の誤読で、当時の朝廷でも対応を太宰府任せにしていて、白木国相手の危機感や脅威はなかったと指摘している。16世紀後半に始まるイギリスとスペインの 構想では、ヨーロッパやカリブ海では、交戦相手国の船を略奪してもよい、という国王の死略免許が出され、死略船が横行した。また東アジアの和光や中国海賊、ペルシア湾のアラブ海賊、北アフリカ沿岸のバルバリア海賊など、海あるところには、海賊の姿があった。降伏すれば、命は保証、抵抗すれば、皆殺しの印である、海賊旗は、 18世紀になってから使われ出したものである。専門の海賊職以外にも、反昌反殖とでもいうような、商売にやってきてそれが不調だったら、海賊になって街を襲うというような形態、あるいは普段は商人だが、他の海賊に対抗するために武力を持ち、たまにそれを使って海賊をするといったような場合もあった。校舎の例は、海禁が引かれ死亡液が制限された。 明後期の16世紀後半に横行し、清に抵抗運動を続けたことで有名な、帝政功の出た帝一族などが活躍した。アマロパーゴ。海賊の黄金時代の最も有名な海賊の一人。海賊は、その出現場所、時代により様々な故障、形態がある。和は、日本のこと。14世紀、16世紀の二度の波に分かれて、中国。 朝鮮の沿岸を襲い、それぞれ前期和光、後期和光という。前期は日本人が中心だったが、後期には民の解禁政策から逃れた中国人が多くなり、日本人の他にポルトガル人なども含まれていた。中世日本で活動した交易を行う傍ら船舶や村への略奪、あるいは逆に金銭を取って船舶航行の警護を、 組織的に行った沿岸の国人、土豪のことを海賊衆と呼んだ。実際には略奪というよりは、捕別船、敬語領の取り立てで生計を立てていた。この頃の海賊衆には、瀬戸内海の村上市や島半島の久喜市などが知られる。しかし豊臣秀吉が1588年8月29日に、刀刈り霊と共に海賊停止令を発令して、以降は、 これらの豪族が捕別船の取り立てや海賊行為を働くことは難しくなり大名の水軍へと転化し消滅した。バイキングはノルマン人のことで8世紀から12世紀にかけてヨーロッパの各地を侵略し接鹸した。一部はスコットランドや北イングランドに入植し、またフランスを襲った一派はノルマンディ公国をロシアでは ノブゴロド公国とキエフ大公国、南イタリアではシチリア王国を建てた。その活動はスケールが大きく、グリーンランド、果ては北米にまでに達し植民地を作り、十字軍にも参加した。中世の終わり頃のバルト海沿岸部は、経済が発展して、都市、交易所などが建設されていた。そこでは、スラブ人、ゲルマン人等の海賊が略奪を行った。 そのため、海賊行為の被害者である、ハンブルク氏とリューベック氏の商人たちは1241年に、ハンザ同盟と呼ばれる同盟を作成した。1293年その同盟には、北海、バルト海等に位置する24都市が参加した。最盛期である14から15世紀には数百の都市が、同盟に参加するようになった。しかし、ハンザ同盟の船乗りたちは、 海賊行為の魅力に影響されて彼ら自身も海賊になっていき、14世紀後半に賑にわいを見せたイギリスの貿易業に打撃を与えた。13から14世紀のバルト海にはフィタリエンブリューダーと呼ばれる海賊団が存在した。彼らはスウェーデンの南部に位置するゴットランド島を基地とした。 彼らは、ハンザ同盟の依頼で食物の補給を行っていたが、次第に同盟の船舶を略奪するようになった。この海賊団の影響で、いくつかの漁業は麻痺した。そのためスウェーデン女王マーガレットが、リチャード二世の援助の下で、海賊退治の遠征を行ったが、これは失敗した。1394年、ハンザ同盟は3000人の兵士を乗せた35隻の、 軍艦を海賊退治のために派遣したが、これも成功はしなかった。1400年、1402年、ユトレヒトのシモンという人物が率いる艦隊が、海賊団を率いるステルテベカーを捕らえた。彼は、ブルクで100人の部下と共に処刑され、海賊団は、翌年には制圧されていった。14世紀にこの辺りを荒らした海賊に、ゴデキンス、ステルテベカー、モルトケ、 マントイフェルなどがいる。オランダのプロテスタントのこと。80年戦争の初期に海賊として、スペインやカトリック勢力と戦った。愛好会時代から、後の西ヨーロッパで、諸国が海軍力を補うために、民間船に、私略直挙状を与え、敵国の艦船を脱保することを許して、海賊行為を奨励した。このような公認の海賊としては、イギリスのフランシス・ドレクや、 フランスのジャンバール、コルセールたちが有名である。16世紀以降マルタ島を支配した西洋ハネキ師団はムスリムの船舶に対して組織的に海賊行為を行った。ナポレオン戦争当時にも市略船は活躍した。ナポレオン一世による大陸風サレイに協力してイギリス船を攻撃し打ほするなどした。バルバリア海岸と呼ばれた北アフリカのアルジェリア、チュニジア、 リビアの沿岸部を根拠地として、海賊行為を行ったイスラム教徒の船乗りの総称。オスマン帝国の保護を受けており、私略戦の一種とも言える。その活動範囲は広大で、地中海はもとより、インド洋、バルト海、大西洋、さらにはアメリカ近海、カリブ海にも進出した。また彼らは、イギリスのテムズ川を遡り、各村を襲ったという記録もある。 さらに1627年にはアイスランドを襲った。実際には地元人よりもギリシャやイタリアなどからやってきてイスラムに改修し、かつての同胞に海賊を働く冒険者たちが数多く含まれた。その一人バルバロス・ハイレッディンは1538年、プレベザの海戦でスペインを破った。また、1801年には、 通行料の支払いを拒絶したアメリカ合衆国とのトラブルがバーバリ戦争に発展した。ポップカルチャーで典型的な海賊の仮価値は、三角帽子、眼帯義足、フック、肩にオウムが特徴の例。1630年頃のカリブ海ではバッカニアと呼ばれる海賊が活動した。その海賊たちはイスパニョーラ島やトルトゥーガ島島を活動拠点とした。 当時のカリブ海の島々のいくつかはイギリスの領土であり貿易の拠点であった。そういった植民地はスペイン等の他国に襲われる危険があったが当時の海軍には本国から離れた場所に常備軍を配置する力はなかった。そこで植民地の総督は植民地を敵国から守ると同時に敵国を弱らせて貿易の独占を守るためにばっかにあり、 私略免許を与え私略船員として雇った。しかし1670年に結ばれたマドリード条約によってイングランド植民地とスペインの関係が改善し私略免許も発行されなくなった。それによってバッカニアたちは引退して一般の職に就くか活動拠点を北米もしくはマダガスカルに変えて海賊行為をするかのどちらかを選択した。 この時代の海賊について書かれた資料には、航海に出る前に戦闘で負傷した時の保証金を制定していたこと、略奪品を平等に分配していたことなどが記されている。インド洋と太平洋を結ぶ貿易航路の要所のマラッカ海峡は狭い上沿岸が複雑で隠れがに適し、古くから海賊の名所として知られ、小舟時代の小説の白芸にも描写がある。 現在でも依然として、海賊事件の多発する地帯として問題になっている。18世紀から19世紀にかけて、アラブ首長国連邦、バーレームなどを拠点に、インド洋で主に、イギリス東インド会社の船を襲った。彼らの構成は東インド会社によって、通称を奪われたアラブ商人であった。当初、東インド会社側はこの行為を目視していたが、 被害があまりにも多かったため何度も討伐隊を派遣したが、その度に彼らは応戦し、撃退していったが、ついに19世紀に本拠地を占領されたため彼らは崩壊した。有名なものとして、ありコじゃがいる。ジョアン・バレウの大地図帳に収録された、マダガスカルの地図。マダガスカルは、恵まれた港が存在していること、インド希望本ヨーロッパ間をつなぐ。 貿易路を抑えていること、追っ手が追跡できない地理に位置すること、等々の理由で海賊たちの基地として使われた。ただし、マダガスカル島は思われているほどの海賊の集合地ではなかったという見解も存在する。17世紀末期、インドと航海をつなぐ航路には、在下を積んだイギリス東インド会社の船、アラブヤムガールの船舶等が航海していた。この頃のカリブ海では、 財宝運搬船もあまり航海を行わなくなり、海賊に対する法律も厳しくなっていった。そういった理由により、海賊たちは新たな獲物を求めて、北、アメリカ、カリブ海、マダガスカルをつなぐ、海賊集港と呼ばれる航路を通りインド洋に出ていき、レユニオン島、マダガスカル、モーリシャス島に隠れ家を作っていった。しかし時が経つと、 ヨーロッパやアメリカなどの政府が協力し海賊退治を行うようになり、ムガール帝国の力も落ちていき、海賊たちも金に困るようになっていった。この第一、海賊就航は10年間続き、後に短期間ではあるが復活することになる。この期間に活動した著名な海賊には、ヘンリー・エイブリー、トマス・トゥー、ウィリアム・キット等がいる。1718年。 バハマ諸島のニュープロビデンス島で、ウッツロジャーズが海賊たちを攻撃し壊滅させた。その攻撃を回避した海賊たちはマダガスカルへ、航海しその地に基地を作った。そのうちマダガスカルは、バハマ諸島のように海賊たちの重要な拠点となった。1721年になる頃には、イギリス戦への略奪行為も見過ごせないレベルになっていった。そのため、イギリス政府は、 トマス・マシューズを指揮官とした討伐艦隊を派遣した。オランダ、イギリス、フランスの協力によって1721年の末頃にはこの地に来た海賊たちは消えていった。この期間に活動していた海賊に先住民からランター1の王として知られ、ゼンマダガスカルの王,王となることを企んでいたジェームズ・プランテーニやクリストファー・コンデント、エドワード・イングランド、 ジョン・テーラーなどがいる。近年の日本国内では、第二次世界大戦後の連合国軍の占領下で治安が悪化していた混乱期にイギリス軍とアメリカ軍の占領地域となった瀬戸内海で海賊事件が続発したことがある。例として1948年12月から1949年2月の3ヶ月間だけでも1948年12月19日に、 香川県の高県島付近で、12月21日には岡山県の小島市で、1949年1月29日には香川県の淡島付近で、2月1日には岡山県の石島で、2月4日には岡山県の牛窓町付近で、それぞれ船舶が襲われるなど、この時期の瀬戸内海では海賊事件が続発していた。瀬戸内海同様、 米軍占領下の横浜港でも海賊行為が横行していた。横浜では海賊行為は、荷抜きあるいは、抜けにと呼ばれた。これは、船の2のほんの一部だけを強奪するという手口に由来している。なぜ、船ごと奪わずこうした方法を取ったかといえば、横浜での海賊行為は、港の県数員を抱き込んでいる場合が多く、積み荷全体の2割までであれば海上保険が適用されたため、 大事に至らずに済んだためだと考えられる。横浜港の接収解除が進んだのが1955年、五だったせいもあり、二抜きは1950年代中半まで続いた。現代の海賊は、ハイテク武装をしており、トランシーバーや小型の高速艇や、マシンガンを使い、航行するタンカーや商船、漁船を狙って出没する。これは、操船の自動化が進んだことにより、 タンカーなどの大型船舶の操縦が少人数でも可能となり乗組員が少なくなったため襲撃都船内の制圧が行いやすくなったことも関係している。海賊事案の発生状況は海上保安庁が発する航行警報により知ることができる。国土交通省の海賊行為に関する調査結果によればインドネシア周辺海域を中心とした海域での発生が多く 2003年に12件の被害が報告されている。また世界的には400件以上の被害が報告されている。海賊問題は国境を越えた麻薬や人身売買の問題などの組織犯罪として、アセアンなどで国際的な問題となっている。2005年3月に日本船籍のタグボート、イダテがマレーシア付近のマラッカ海峡で襲撃を受け、船長を含む3名が、 人質に取られた。この事件は同年3月26日に人質が解放され解決している。これに対し日本は東南アジア各国へ海上警察組織の立ち上げを支援し、海上保安庁との合同訓練を行っている。また、小泉首相が提言し、2004年11月に採択され、2006年9月に発行したアジア。 海賊対策地域協力協定により、シンガポールに情報共有センターが設立され、初代事務局長に日本人が選出されるなど、日本が深く関わった対策が進められている。スマトラ島沖地震の発生以降、マラッカ海峡の海賊事案は激減した。海賊も被災したものと見られているが、震災の1年後には早くも海賊行為が復活していて、 激減はしたものの、亡くなったわけではない。アフリカの角と言われる、アフリカ大陸北東端が面するアデン湾は航海も、含め以前から、海賊行為の多発海域であったが、1990年代後半から内戦の続くソマリアのインド洋側でも、豊富な武器を流用した海賊行為が増加した。インブの調査によれば、2007年の航海、アデン湾での発生は13件。 ソマリア沖では31件に達する。2005年6月26日には国際連合の支援食料を積んだ貨物船が海賊に打歩、船と乗組員に対する身の白金を要求される事件が起こったほか、同年11月エジプトからケニアに向かっていた豪華客船が襲撃を受ける事件も発生した。さらに2006年3月には アメリカ海軍の巡洋艦特畜艦がたまたま発見した不審船との間で銃撃戦を展開。不審船の乗組員が1名死亡。乗員がロケットランチャーなどで武装していたことから海賊船であったとみられている。日本が関係するものでは2007年10月に日本の海運会社が運航するパナマ船赤ケミカルタンカーが乗っ取られ2008年4月に 日本優先の大型原油タンカーがロケット弾によるものと思われる攻撃をけ被弾した。国際連合は人道支援物資の輸送と通商航路の安全確保のため、海賊を相当するための安全保障理事会決議第1816号を採択。この決議は加盟国の軍艦に海賊相当のため、国連憲章第7章に基づき武力行使を含む、 必要なあらゆる措置を取る権限を認めている。2008年10月には戦車33台を積んだウクライナの貨物船が海賊に奪われ、これを重く見たアメリカ・ロシア、e ・ EU が共同し駆逐艦を派遣して海賊総統を目指している。日本も海上自衛隊を派遣し日本の商船を護衛している。護衛手段は威嚇射撃とエルラットによる警告音などである。 海賊対策に関する国際会議においては、国際的な情報共有や連絡体制の整備の必要性に言及している。シーシェパードの挙げる海賊機を模した、旗海賊行為は人類共通の敵とされる国際犯罪であり、帰国主義の適用による保護を受けず、その処罰は公海上で海賊船舶を打破した国家に委ねられている。海賊行為については、 公開条約及び国連海洋法条約がすべての国が海上警察権や裁判権を行使できるという国際監修法を法典化した。しかし、1990年代後半から海賊発生件数が増加し、特にアジアにおける被害が甚大であった。1998年には貨物とともに船員も行方不明となった転移融合事件が 1999年には日本の商船会社が運航するタンカーアロンドラレインボー号が武装集団に襲われ船員が漂流を余儀なくされたアロンドラレインボー号事件が起きているこのような状況に鑑み日本国政府は1999年の東南アジア諸国連合にて海賊対策のための協力強化を提言これを契機に2000年に開催された 主事の国際会議において3つの宣言文書が作成された。その後、2001年、2002年のアセアンにおいては国際協力のための法的枠組みの作成が提案され、2003年末にアジア海賊対策地域協力協定が起草された。日本国政府は海上保安庁を中心に東南アジア各国に海賊取り締まりのための警察組織の創設を 働きかけ、巡視船の無償供与や特殊警備隊による船舶制圧訓練、捜査官をシンガポールなどに派遣して、海賊組織的発のための国際共同捜査などを積極的に行っている。ありがとうございます。